8時になりました。週明け8月7日月曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは会長、引け後に発表された有望 IR、注目の決算、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日の注目度ナンバーワン決算、配当関連情報、明日のデイトレ候補、半導体ウォッチ、消費者株ウォッチ、生成 AI ウォッチ、トピック、去年の今、最後に予告の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダックは下げ、日経は上げという結果になりました。ダウは66ドルの下げ、マイナス 0.19%。ナスダックは13ドルの下げ、マイナス 0.10%。日経は33円の上げ、プラス 0.10%。1ドルは 142.64 円、円高に触れ142円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが955銘柄、値下がりが791銘柄、変わらずが87銘柄、上げと下げが拮抗した状況です。アメリカはアップルなど大手 IT の決算前で買い控えられました。日本はアメリカ市場の流れを受け、ハイテク株を中心に売りが広がった状況です。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 4.1% 台で推移しております。ドル円の方は円高に触れ142円台で推移している状況です。業種別株価指数の方は上げ下げまちまちの結果となりました。海運株が大きく続伸しております。繊維の大幅な下げが目立ちます。売買高ランキングの方は上げが優勢な状況となりました。1位のレーザーテックの売買代金は5日連続で2000億円台を割ってしまいました。半導体は本日上げ下げまちまちな状況です。東京エレクトロンが上位から消えてしまいました。本日は海運株が大きく続伸しております。銀行株も反発している状況です。三菱重工が 2.8 倍の増益を発表し、大きく買われております。任天堂は 82% の増益を発表しましたが、出尽くし感で売られております。ヒートマップの方は赤と緑が入り混じる上げ下げまちまちな状況です。銀行セクターの上げが目立ちます。経済スケジュールの方は今夜は注目イベントが目白押しです。非農業部門雇用者数、失業率。次に引け後に発表された有望 IR です。まず、焼津水産化学工業。1株1137円での TOB が発表されました。こちらが、ホームページから持ってきたものです。1株1137円、 TOB ですのでチャートと詳細は割愛いたします。月曜のストップ高は992円なので、買えればまだ上値余地はありますが、本日の出来高は 29,600 株ですので、かなりの激戦になるかと思われます。次にグローリー。グローリーは貨幣処理機の大手です。紙機形状を 2.6 倍上方修正、通期も増額という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結形状損益は 43.1 億円の黒字に浮上して着地した。合わせて4月から9月期、紙機の同損益を従来予想の50億円の黒字から130億円の黒字に 2.6 倍上方修正した。紙機業績の好調に伴い、
通期の同損益を従来予想の330億円の黒字から385億円の黒字に 16.7% 上方修正し、従来の19期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。第1クォーターの売上営業損益率は前年同期のマイナス 1.9% から 6.0% に急改善した。こういった発表です。本日の株価は2884.5円。出来高は33万株です。この33万株よりも若干少ないくらいですが、27万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月16日に2113円ですので、ここら辺の位置です。そして5月18日に3015円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。PBR は1倍割れで PER を加味しても割安な状況です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に富山第一銀行です。富山第一銀行は富山県の第一銀です。紙機計上を1点 24% 増益に上方修正、通期も増額、配当も4円増配という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結計上利益は前年同期比 42.2% 増の 49.1 億円に拡大した。合わせて4月から9月期上期の同利益を従来予想の32億円から50億円に 56.3% 上方修正し、一転して 23.5% 増益見通しとなった。上期業績の向上に伴い通期の同利益を従来予想の64億円から80億円に 25.0% 上方修正し、増益率が 1.2% 増から 26.5% 増に拡大する見通しとなった。今期の上期配当を従来計画の10円から12円に増額し、下期配当も従来計画の10円から12円に増額修正した。年間配当は24円となる。こういった内容です。本日の株価は705円、出来高は43万株です。この43万株の3倍くらいですが、120万株の信用概算がある状況です。一方、空売りが140万株あり、貸借倍率が 0.85 の状況になっています。1年の株価の動きは3月16日に555円ですので、ここら辺の位置です。そして7月28日に816円ですので、ここが最高値です。直近ではあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。PBR は1倍割れで PER を加味しても割安な状況です。配当も 3% 超えで良い状況になっています。空売りの買い戻しでの上げも期待できるかもしれません。次にジャパンワランティーサポートです。住宅設備機器の延長保証事業を行う会社です。今期計上を 15% 上方修正、最高益予想を上乗せという発表がなされました。23年9月期第3クォーターの計上利益は前年同期比 28.2% 増の 5.1 億円に伸びた。合わせて通期の同利益を従来予想の6.5 億円から 7.6 億円に 15.3% 上方修正し、増益率が 19.8% 増から 38.2% 増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。4月から6月期第3クォーターの経常利益は前年同期比 57.6% 増の2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の38.9% から 42.7% に上昇した。本日の株価は3600円。出来高は4万1000株です。この4万1000株の 2.5 倍くらいですが、信用概算が10万株ある状況です。1年の株価の動きは1月5日に2490円ですので、ここら辺の位置です。一方、5月9日に4270円ですので、ここが最高値です。
直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、油代化学工業です。油代化学工業は金属工作用油材の最大手です。今期経常を 55% 上方修正。6期ぶり最高益、配当も15円増額という発表がなされました。24年3月期、第1クォーターの連結経常利益は前年同期 2.8 倍の 10.5 億円に急拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の 23.8 億円から36.8 億円に 54.6% 上方修正し、増益率が 65.0% 増から 2.6 倍に拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の15円から20円に 大幅増額し、下期配当も従来の計画の25円から35円に増額修正した。年間配当は55円となる。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 1.9% から 5.5% に大幅改善した。本日の株価は1175円。出来高は8万株です。この8万株の若干多いくらいですが、10万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月10日に763円ですので、ここら辺の位置です。そして7月31日に1213円ですので、ここは最高値です。このように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の IR です。PBR は1倍割れで PER を加味しても割安な状況です。今回の増配で利回りは 4.68% の高配当となりました。信用概算が多いという点はご注意ください。次に注目の決算です。本日大きな決算としてこれだけ発表されておりますので、ポイントのみお話しいたします。まず、場中発表で丸紅、第1クォーターの最終は 30% 減益。そして、SBI ホールディングス、こちらも場中発表です。第1クォーター最終は黒字浮上。そして、伊藤忠商事は、こちらも場中発表で、第1クォーター最終は 8% の減益。そして、三菱重工業も場中発表で、第1クォーター最終は 2.8 倍の増益。そして、引け後になりますが、日本製鉄は上期最終を 67% 上方修正、通期も増額、配当も10円増額という発表がなされました。そして、ソフトバンク、こちらも引け後です。第1クォーター最終は 15% 増益。オリックスは第1クォーター税引き前は 4% の増益。鈴木は今期計上を 9% 上方修正。クボタは今期最終を 8% 上方修正。最高益予想を上乗せ。三井不動産は第1クォーター計上は 1% の減益。大阪チタニウムテクノロジーズは第1クォーター計上は 2.6 倍増益。スクエアエニックスは第1クォーター計上は 65% の減益。味の素は第1クォーター最終は 2% の減益。創生グループは上期最終が赤字縮小で着地。4月から6月期も赤字縮小。その他の IR です。本日 IR 非常に多く202件出ております。こちらは今お話した内容です。ここまでお話してたところです。この他にユニチャームが 9% の増益、ミネベア三井が 66% の減益、島津製作所が 29% の増益、三権電機は 6.8 倍の増益、シャープは赤字転落、福岡フィナンシャルは 2% の減益、宇部は 3.5 倍の増益、林内は 1% 減益に下方修正、ヤマダホールディングスは 10% の減益。千葉銀行は 8% の増益。めぶきフィナンシャルは 2% の
増益。焼津水産加工は先ほどお話した TOB です。富士見インコーポレッテッドは 41% の減益。山口フィナンシャルは 22% の増益。定期等級は赤字縮小。塚田グローバルは微増益に上方修正。景品急行は 3.1 倍の増益。ベネッセホールディングスは赤字縮小。オープンドアは黒字浮上。メガチップスは 15% の減益。日本ソーダは 29% の減益。ミクシーは 56% の減益。山一電機は 47% の下方修正。大和房は 11% の増益。丸大食品は50倍の増益。ジャックスは 24% の増益。AH ネオケムは 32% の減益。アドベンチャーは 7% 上方修正。最高益予想を上乗せ。テレビ朝日は 21% の減益。ジーテクトは 2% の増益。AD ホロンは黒字浮上。メイコーは 44% の減益。三菱食品は 38% の増益。ロイヤルホールディングスは 33% の上方修正。配当も3円増額。イーウェルは 2% の上方修正。最高益予想を上乗せ。日本セラミックは 8% の増益。みずほリースは 13% の減益。淀川製工場は 49% の減益。未定だった上期配当は40円実施。新日本建物は黒字浮上。セントラルガラスは 32% の減益。有明ジャパンは 12% の増益。クオールホールディングスは 10% の増益。大団は 13% の減益。今期配当を実質増額。アサヒダイヤモンドは 51% の減益。上期計画を強化。ノリタケは 4% の増益。日本 CMK は微減益。ジャストシステムは 10% の減益。アイロムは 26% の減益。ダイナパックは 14% 上方修正。配当も 10円増額。ダスキンは 22% の減益。湯浅商事は 2% の増益。日本は 75% の増益。ロードスターキャピタルは 29% の減益。サイネックスは 45% の増益。ニセ ASP は 39% の減益。今期配当を20円増額。エフテックは黒字浮上。アバントグループは 18% 増で9期連続最高益。4円の増配。リリカラは 45% の上方修正。配当も 4.5 円増額。MCJ は 22% の増益。オイレス工業は 29% の増益。生化学工業は 14% 増益。通期計画を超過。ウッドワンは赤字転落。福井コンピューターは 27% の増益。ブロードバンドタワーは赤字縮小に上方修正。藤森工業は 23% の減益。セルシスは赤字転落。無限エステートは 3.7 倍の増益。軍勢は 4% の増益。MTG は 20% の増益。企業銀行は 28% の減益。日本パーカーライジングは 3% の増益。岡本は 16% 増益に上方修正。通期も増額。サンマルクは赤字転落。新田は 11% 減益。高千穂交易は 33% の増益。クボテックは赤字拡大。大真空は 65% の減益。未定だった今期配当は28円実施。SRS ホールディングスは黒字浮上。日清グループは赤字拡大。オークキャピタルは 36% の増益。三新電機は 53% の減益。円水構成等は 3.8 倍の増益。佐賀銀行は 43% の減益。オンコリスバイオファーマは赤字拡大。日本プラストは赤字、黒字浮上。プロルートマルミツは赤字縮小。中山製工所は 16% の増益。デコルテは 44% の減益。
オリコンは 7% の減益。オーナンバーは 57% の増益。クリーンアップは 16% の減益。クレスコは 47% の増益。サンコールは赤字拡大に下方修正。82銀行は 8% の減益。ビジネスエンジニアリングは 12% 上方修正。最高益予想を上乗せ。共栄タンカーは赤字に下方修正。通期も減額。タクサホールディングスは黒字浮上。東京自動機械は黒字浮上。総研科学は 36% の減益。WDB ホールディングスは 9% の減益。フォースタートアップスは 40% の減益。日本ビジネスシステムズは 16% の減益。東和銀行は 35% の減益。スーパーバックは黒字浮上。ヤマウホールディングスは黒字浮上。双葉電子工業は赤字拡大。一徳診療は 72% の増益。DR ホールディングスは 77% の減益。栗本鉄工所は 75% の増益。田村製作所は 6% の増益。菅井化学は 2.5 倍の増益。ヤギは黒字浮上。富士住宅は 11% の増益。日本リーテックは赤字縮小。カノークスは 36% の増益。オチホールディングスは 1% の減益。今期配当を2円増額修正。YKT は 27% の減益。朝日ネットは 22% の減益。安田倉庫は 10% の減益。参考テクノは 2.2 倍の増益。リソルホールディングスは 41% の減益。中林は赤字転落。BB カストロールは、55% の増益。高吉は 8% の増益。FCC は 91% の増益。明豊ファシリティワークスは 37% の減益。ネクストジェンは赤字縮小。ナックは赤字縮小。ヤマトは 18% の減益。WDB ココは 45% の増益。プラットフォームは赤字拡大。DNA チップ研究所は赤字縮小。イルグルムは 5% の減益。長谷川は 39% の減益。日本モーゲージサービスは 15% の減益。リーガルコーポレーションは赤字転落。ユビテックは赤字拡大。山陽ホームズは赤字縮小。遠藤製作所は 37% の減益。スララネットは 40% の減益。若元製薬は赤字拡大。ランドビジネスは赤字拡大。新東は 11% の減益。新保は 10% 増で3期連続最高益。前期配当を10円増額。今期も30円継続。情報企画は 43% の増益。高野は赤字転落。アテクトは 73% の増益。一生かまぼこは黒字浮上。ダイジェットは 80% の増益。タックは 80% の減益。コスモバイオは 2.5 倍の増益。重松製作所は 50% の減益。IA グループは 66% の減益。岩佐船食は 22% の増益。沢富士電機は黒字浮上。シーボンは赤字縮小。長栄薬品は 39% の減益。高宮は 41% の増益。拓美奈は 75% の増益。NID は 6% の増益。統括ホールディングスは 9% の減益。システムロケーションは 15% の増益。クロップスは 31% の減益。ホリーフードサービスは赤字転落。大同信号は赤字転落。SE は 57% の減益。キラキは 43% の減益。中京医薬品は 69% の増益。ハウスフリーダムは 33% の上方修正。小林陽光は 2.3 倍の増益。ネポンは赤字拡大。ゾアは横ばい。KY コム
ホールディングスは 13% の増益、フジラテックスは 53% の減益、NYC オートテックは赤字転落、山田債券回収管理は 2% の下方修正、森屋商会は 12% 増益に上方修正、アトムリビンテックは 18% の増益、1円増配、横浜丸業は黒字浮上、佐藤食品工業は 6% 減益、上期計画を超過。ココロネットは 16% の増益、サンメッセは 2.1 倍の増益、上期計画を超過。ハイパーは 65% の下方修正、T&K 投下は 59% の減益、小原グループは 19% の増益、ヤマシンフィルタは 67% の増益、ファンケルは 70% の増益、以上が発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はベースでした。赤字縮小で 前日比 19.8% の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると 4.3% の利益となっておりました。第2位は日東紡績。情報修正を発表したことにより、前日比 18.3% の株価上昇。本日、寄りからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第3位は UACJ。77% の減益ですが、前日比 17.9% の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると、マイナス 0.2% の損失となっております。4位以下、ご覧の結果となっております。14位まで。28位まで、42位まで、56位まで、70位まで、84位まで、95位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高6件出ております。日東紡績、品川フラクトリーズ、ジャパンエンジンコーポレーション、GMO テック、アジャイルメディアネットワーク、エンプラス、このうち日東紡績は情報修正、品川リフラクトリーズは情報修正と増配、株式分割です。ジャパンエンジンコーポレーションは増益、GMO テックは情報修正と増配です。アジャイルメディアは SNS マーケティングのコムニコと代理店契約を結んだとの発表です。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はイーガーディアンでした。前日比 24.3% の株価上昇。第2位は内海造船、前日比 22.1% の株価上昇。第3位は JVC ケンウッド、前日比 16.3% の株価上昇。値下がりの方は第1位がユニフォームネクスト、前日比マイナス 14.7% の株価下落。第2位はヤマハ、前日比マイナス 14.6% の株価下落。第3位は NOK、前日比マイナス 14.0% の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。7月分が終わって8月に入ります。8月は、8月9日に JRC が予定されています。抽選申し込みは終了しています。初値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。決算ラッシュも7日目が終わりました。残り5営業日です。私が買った場合は日曜の夜にまとめてメンバーシップで話しますので、よかったらメンバーシップご参加ください。8月7日月曜日ですが、179件予定されております。来週の注目決算はこのようになっております。数が多すぎるため、売買代金10億円以上の銘柄のみお話しいたします。10億円未満の銘柄を含めた全データは、この動画をご参照ください。まず、場中発表で11時に原価、住友ブレイクライト、定人、大林組、東レ、岩谷産業、王子ホールディングス、大同製鉄、大成建設、大和ハウス、三つ星ベルト。ここまでが場中発表です。
一方、耐性建設は貸借倍率1倍割れの状況です。ここから引け後になりますが、カチタス、三強、この2つとも貸借倍率1倍割れの状況です。そして日本製紙、テクノプロホールディング、住友ゴム、フジテック、京阪ホールディングス、全国保証、ワークマン、住友鉱山、レノバ、ラウンドワン、日本製製鋼所、ライオン、フード&ライフカンパニー。このうち日本製紙は本日年初来高値をつけてきております。一方、レノバは年初来安値の方をつけてきております。そして、マルハニ日露、住友重機械、三菱ガス化学、東芝、JSR、ブラザー工業、コムシスホールディングス、東京海上ホールディングス、東急不動産、牛尾電機、西日本フィナンシャル、免疫生物学生物研究所、カルナバイオサイエンス、レーザーテック。このうちコムシスとブラザー工業は貸借倍率1倍割れの状況です。次に明日の注目度ナンバーワン決算についてお話しいたします。数が多いためポイントのみお話しいたします。週明け月曜日の注目決算です。まず大林組。前回5月11日の、決算発表では、今期経常は 22% 減益という発表をしております。そして、東レ。前回5月12日の発表では、今期最終は 4% 増益という発表でした。王子ホールディングスの前回5月12日は、今期経常は 5% 増益という発表でした。そして、ダイワハウスの前回5月12日は、今期経常は 22% 減益、5円増配という発表でした。そして大成建設、前回5月12日は今期経常は 6% 増益という発表でした。そして東芝の前回5月12日は今期営業は微減益という発表でした。そしてフード&ライフカンパニーズは前回5月9日は上期最終は 35% 減益という発表でした。住友金属鉱山は前回5月10日、今期最終は 74% 減益、前期配当増額も今期減配という発表でした。そしてライオンは前回5月9日、第1クォーター最終は 80% 減益という発表でした。三菱ガス化学は前回5月12日は今期経常は 17% 減益という発表でした。三強の前回5月11日は今期経常は 1% 増益という発表でした。東京海上ホールディングスの前回5月19日は今期経常は 49% 増で2期ぶり最高益、実質増配という発表でした。そしてレーザーテック、前回、こちらは先週、情報修正が発表されております。先週の情報修正の内容は前期経常を 50% 情報修正、最高益予想を上乗せ、配当も49円増額という発表です。次に配当関連情報です。8月の高配当ランキング、このようになっております。8月の権利付き最終日は8月29日火曜日です。8月も損益を検証してまいります。詳細についてはこちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。週明け月曜日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、アップルインターナショナル、日清食品、エイミング、伊藤忠テクノソリューションズ、インテリジェントウェーブ、JVC ケンウッド、新興電機、日本ライフライン、アズコム、マルワホールディングス、日本郵船、このあたりが月曜日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に半導体ウォッチです。半導体は本日上げ下げまちまちとなりました。上げ下げはしましたが、こちらは株価の推移ですけれども、このところの上げに比べると、そう大きな変化ではありません。次に、生成 AI ウォッチです。本日 の値上がり率トップは弁護士 .com でした。8月に入ってから弁護士 .com の上げが目立つ状況です。本日の値上がり率1位から15位まで、そして30位まで、そして45位まで、
そして57位までです。5月12日からの値上がり率で見ると、弁護士 .com が1位の状態で、かなり快調に飛ばしています。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に、商社株ウォッチです。本日、商社株、このように上げ下げまちまちとなりました。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、トピックです。現時点で最高配当利回りの銘柄が明日と書きましたが、これ本日です。定期投球工業のことです。現在、配当利回りチャンピオンの定期投球工業、今日、決算が発表されました。その内容がこちらです。定期投球工業、第一クォーターの経常は赤字縮小。定期投球東京を正規東急工業は道路舗装工事の大手です。24年3月期第1クォーターの連結経常損益は1200万円の赤字に赤字幅が縮小した。第1クォーターの売上営業損益率は前年同期のマイナス 0.8% から 0.1% に改善した。本日の株価は1469円。出来高は69万株です。この69万株の 2倍くらいですが、130万株の信用改ざんがある状況です。直近はこのように2ヶ月以上ほぼ横の状況です。信用買いが非常に多く、需給は重い状況にあります。本日の利回りは 6% を超える 6.13% の状況です。週明けの動きが気になるところです。次に去年の今についてお伝えいたします。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は8月12日について振り返ります。8月11日です。この日はキーパー技研が大幅増益と増配を発表したことにより、前日比 23.0% の株価上昇。そして OAT アグリオは、予想増額と自社株買いを発表して、前日比 19.6% の株価上昇。デジタルハーツは営業益4倍化を発表して、前日比 12.9% の株価上昇。東方亜鉛は大幅な営業益の拡大を発表して、浅香理研との共同研究も発表したことにより、前日比 12.7% の株価上昇でした。最後に予告です。明日8月5日土曜日夜20時に2週間分の決算スケジュールをアップいたします。この動画の続きです。明後日8月6日日曜夜20時は未定です。週明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。